おはようございます「公の文書にハンコを使用するのは7世紀の大化の改新のあと中国の制度を取り入れる中で始まったらしい後の奈良時代にはハンコの偽造に重い刑罰が課されていた」と新関金谷町ハンコの文化史」にある。 公文書院の偽造はル・二千里、すなわち遠方へのル系などが課され、天皇院の偽造となると公主系だったという、反抗の重みを傷つける行為は時に命で贖うほどのものであった。反抗を重んじる習慣はこの国で今も健在で、時に健康や命をとすほどになっている。 感染防止のため在宅勤務を徹底しようにも会社の印鑑を書類に押すため出勤せざるを得ないそんな応印出社が問題になっている。欧米のようにサインで済むなら優勝でも可能だろうし何より今は電子署名の技術もある官長も民間企業ももっと早く脱反行を進めてもよかったのに長年の慣習とは恐ろしいものである。 在宅勤務も時差出勤も以前からの課題が感染対策で見えてきたところがある。仕事仲間との一杯はどうだろう。腹を割るにはいい機会だがそこで根回しがなされれば参加しない人できない人に不利になるとの指摘もあった。「災い転じて」というには災いが重すぎるが。 歴史に戻ればハンコは常に盤石だったわけではない。中世は顔すなわち一種のサインが流行だったし、明治期にはハンコと署名のどちらに重きを置くのかの論争もあった。ここ100年ほど議論が足りなかっただけかもしれない。今日も一日感謝の中で微笑みを。 努めながら励ま励ませていただきましょう。いつもありがとうございます。南蛮ダウツ。